リノベーションマンションソアール豊島園をご紹介させていただきます。こちらがキッチンになります。キッチンは対面2型式を採用しております。こちらは食洗機です。水洗には浄水器が内蔵されております。続きましてトイレになります。トイレの壁面にはさりげなくアクセントクロスを施し、スタイリッシュな空間になっております。もちろん洗浄機能がついております。続きまして洗面室になります。洗濯機置き場の上にも棚を設置し、とても便利にお使いいただけます。こちらは浴室になります。浴室乾燥機が設置してあるので雨の日も安心です。続きまして玄関になります。ブラケット照明とアクセントクロスが調和し、スタイリッシュな空間に仕上がっております。こちらは収納になります。こちらは洋室になります。洋室の壁面には柔らかな色調のアクセントクロスで上品に仕上がっております。こちらはクローゼットになります。こちらも洋室になります。こちらの壁面にもアクセントクロスを施してあります。こちらはクローゼットになります。こちらは LDK になります。壁面にはオリジナルのデザインを施したアクセントクロスが上質な空間に演出されております。キッチンの上にはペンダントライトでカフェ風なおしゃれな空間になっております。以上、ソアール豊島園のご紹介を終わらせていただきます。ぜひ現地をご覧になってください。ありがとうございました。